金なし将棋に受けてなしという格言がありますこれは金がないと受けるのは難しいよとそれぐらい金って受けにおいてすごい大事な駒だよっていうことを教えてくれる言葉ですねじゃあもう金なくしとけば AI 相手でも勝てるでしょうということで今回はこの金落ちの状態から将棋 AI「ハオと戦っていきます持ち時間は一定それぞれ10秒ですねでもなんかハオたんが 手番欲しそうな顔でこっち見てたんでしゃあなし手番譲りますはいよろしくお願いしますハオタンからのスタートということでやっていきますでこれはまあもう角道開けるかまあ金ないんで相手陣角の打ち込みの隙が通常より多いんで積極的に角道を開けていく、まあ、これで様子を見るえっ 交換えっ角交換って何えハオタンもしかして筋違い角やろうとしてるこう負の両取りそれやられるのめっちゃ嫌なんでや,やられたら切れるあいたいえじゃあなんで角交換したらのこれ角交換すると手損になっちゃうんで普通角交換しないんですけど何のための角交換ハオタン そのイライラして角交換しちゃった。ねイライラして角交換しちゃったの。かわいいんだから。さてさて、まあどう駒組んでいくかですけど、まああえての振り飛車っていうのもあったかもしれないけど、まあ普通に飛車するか。右側の方が明らかに薄そうなんで、まあ飛車いない分。そこをね、積極的に咎めていければ、まあ負けはないんじゃないでしょうか。歩をついて。 あどう駒組んでいくかやけどな、こっちとしては腰掛け銀。こう銀をこう持っていくのもあるし、早繰り銀にするのもある。は、どっちしようかな。早繰り銀って3筋2筋攻めていく戦法なんですけど、それに対して金で普通こう3筋2筋受けるんですよね。その金がおらんから早繰り銀なんかな。微妙 別に腰掛け銀、ここに銀行くのが悪いわけでもない。ちょっと一旦様子見。これ微妙すぎ。誘惑がすごい。どっちでも勝てそうな感じがして、でもこれ、銀、銀って出ても、銀に銀で、銀に筆でちょっとこう、筆で追い返されんの嫌かな。もうこれ計測を狙うか。ぴょんで。 金逃げたら風ついても同歩同飛車でバーンっていって。それで勝ちか。あ四五桂倉庫怖かったのあらー四五桂倉庫怖くて風ついちゃったの。でもそれ風つくとかえって、こう風つき同歩同桂の攻めが後々生まれちゃうから危ないって人間界で言われてるよ。大丈夫そう、ハオタ。ねそのあたり大丈夫そう ま、普通に駒、駒組んでいっちゃうか。現代帳のね、4八金2九飛車型作っちゃうか。ね。君たち AI が優秀だと教えてくれた4八金2九飛車。それ作れば勝ちなんでしょういやー、ちょっと組む手順合ってるかな玉先囲った方がいいかとか、あるけども、そのあたり微妙なライン。あ、ケー早いね、ハオタン。 な,なんか早いね桂馬ちょ,ちょっと備えとくかすぐ桂馬跳ねるのあの角打ちの隙があるんで跳ねれないと思うんですよねどういうことなんやろ不自然ただただ自然まあこっちもただただ自然にく書こうかで飛車引いて銀上がるまでいけばまあまあ普通の陣形というかいい形ですね ついてこれなんか玉寄れなさそうなん嬉しいな玉寄るとちょっと角打ちの軽取りが受けにくくて多分寄りにくいんですよねハオタン囲いたん格を痛いけどここ寄れないかわちえー、はっ角打てるけどえっ誘われてるこれ普通角打って どっかに馬作れるからこっちがいいっていうのが世の常なんですけどこれだとここなれますねえなんかはめられてるこれで桂馬でこう角打つ筋なくなったからパシ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 攻めていこうってこといや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 来ちゃったでもほんまにえ、ちょ待ってー それで負けは効いてない。これ銀引くか銀上がるか問題。いや、引いて風取り、風付きで取りを見せていきたい。ちょっと欲張ったね。この欲張りが吉と出るか凶と出るか。うわーふわどうふもある。全部ある。いやぁ。桂馬欲しすぎた。 桂馬欲しすぎた。取ってまあそきますよね。もう桂馬積んでるからここ取って取って同歩で伸ばしてくると思うよな。これを同銀って取ってくれたらここが薄いから風付きで攻めていけるんだけど同歩でしっかりここ守ってくるよな。あしっかりね。しっかりと守ってきて。 もう2歩も3歩も関係ないっつって突き捨てるかで同銀は馬引く手あるから銅歩だと思うんですけど3歩も4歩も関係ないっつって歩突くかで同歩に銀出てこう、桂跳ね狙うっていうのどうやりすぎやりすぎここ屋根、ね、崩壊してんのに大丈夫かな はちょっと待って。それ何、何馬取りなのはわかるけど。いや、今の同馬もあったよ。同馬もあったよ。逃げて何なのかよくわからんかったよは。はハオタンそんなん同銀で形よくなるからめっちゃ嬉しいねんけどはたん。ハオタン 大丈夫あた意識保って。いや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 それなり捨てる意味なかったでしょう。ねえ。いやー、取るか。道銀なら飛車走れる。これ、風なり捨てくったやつぜ。いやー、でも角道通してくる。いや、待って、これ油断ならんな。 同銀は歩突かれる。で、角と歩で効いてくるから怖いと思って同角。これも歩ある。いや、ないか。歩は同銀で取れたか。そこで飛車走っても銀引いて、飛車成りは銅飛車があったか。でもなんか歩打ってくる。これ銀引いて歩突こうとしてんな。歩突いてなんか角のラインでしばこうとしてる。やめて、ハオタン。はっあふっ。<laughs> あ、桂打ちを受けたってこと逃げて飛車走りがあったからでもそれ銀活用すんの味良すぎん玉頭を受けて桂跳ね狙ってハオタクルチツォハオタクルチツォいやーこれでも桂跳ねる勇気ある勇気を振り絞れ次馬引きがきつい 同銀同銀のとき怖すぎ問題はあるよいや、来るよねというかちょっと待って、これこれ銀でられんの嫌やな同銀同飛車うん 同玉は封なりで格闘するの怖い同金で桂馬で攻め合いってことでも一回銀打てんのでかいと思うんやけどなうんうんー銀打った方がいいか分かりません助けてくださいいやー打つ必要もなかったか 引いていてく飛車なりは食らいたくないから歩でも銀で一回押さえたもでかいと思うんですけどもわっちわっちそれでかいと思うんですけどフーなり…いや怖すぎ角と飛車通ってくるいやこれねでも同銀なあ同金やったかな 同金壁すぎて怖すぎた。でもこれ切ってくれてやる。うんあ、そんなん回れんの金取られんのはやってない。寄るしかない。銀取ったら馬引きが。うーんうーん。んそれ、ワン詰めろか。 いやーああ桂なりから仕事学ばれられるあてもんあそっちからえっでも角もらったら角力積むよ同金しかない飛車なって敬愛で積まんよね飛車なって敬愛で積まんよこっち積まんかったら 今ハオタンかくくれたんでさすがに受けはないと思うんですよね相手曲 負けましたいやこれかこれは何かあった気がするなふうなり同金が危なかったかなああちょっと同銀が同金で耐え合ったかなそれ桂馬とか怖かった同金でも飛車回られるかここがすでに怪しい説あるちょっとグラフ見るかいや 最後の最後までいい <laughs> あちょっと盤面ずれた <laughs> えなんかあったどこやどの局面や敬愛敬愛がダメってこと敬愛をしたのがダメでつんあちょ,ちょ盤,盤,盤面消してどうすんのえ格愛やったら何か変わるちょっと待って検討検討見ていく ここで敬愛したんですけど角合いなら詰まないってことあ角合いなら詰まないから勝ちなんだ本譜みたいに金打つとあーそうか龍で金引いて桂なって逃げて本譜敬愛して桂馬渡したからここでこう竜切同銀桂打ちの罪を与えてしまったんですけど この角合いしとけば渡してる駒角なんで軽打ちがないから詰まないんですね。で角打ってもこれ同飛車があるから大丈夫。知らんそれは知らん角合いか角取らせた方がいいわ知らん角取らせた方がいいわ,知ら,らいいわ知らんて。 ちなみに初期局面はえ1100プラス1100ですねあそんなプラスじゃないんやいやまあ結構プラスやけど AI 相手に1100はまあまあ大変じゃないかなしかもって10秒ってなるといやでも勝てたた将棋やったら結構これ真面目にいい練習なるラインかもしれないですね 皆さんもぜひ試してみてください。ありがとうございました。